東京競馬十一レース、今日のメインレースはリステッドオールカップ。芝千四百メートルハンデ戦十八頭が出走します。日が西に傾いて、だいぶ上空暗くなってきました。東京競馬場です。 相変わらずどんよりとした曇り空枠入りは順調です早くも最後の1頭グレイ・イン・グリーン1番外18番ゲートに促されて入りますゲートインが終わりますスタートしました 八ミッキー・ブリランテルプリフォール後方からまず先行争いは中6番オールパルフェが出ました押して10番名勝チタンがこれを制して花3番手は14番名勝星合い上がっていって4番手が一戦8番ホープフルサイン7番アルーリングウェイ外9番グランデマーレ内は4番ビューティフルデイ最内1番のムーンプローブですこの先行グループ大きな集団の後ろに5番サマートリストが追走 1000m 切って並んで11番コンバッション内は3番のワーケアです番中段よりも後ろは 3馬身差で十五番、大勢アベリーヌが追走で残り800を切りました、前半600は34秒6あとは後方16番、ミッキー・ブリダンテ2番、ペイシャフェスタ後方から3投目17番、ループ・リュフォール最後方12番のカルリーノ4コーナーカーブ残り600先頭は10番の名勝チタンですリード2馬身で直線コースに向かいました2番手は同じ勝負服14番、名勝星合3番手は6番のオール・パルフェ4番手は離れて4番手 場の3分どころから9番グランデマーレあるいは4番のビューティフルデイです坂の上りで名勝星合いが先頭に変わるか名勝チタン並んでいる200を切って坂を上り切るところ3番手から後続殺到グランデマーレあるいは11番コンバッションビューティフルデイ1番外は18番のグレイングリーンが伸びてくる先頭9番のグランデマーレに変わった追ってグレイングリーンが2番手に浮上か内番名勝チタン先頭はグランデマーレ合輪9番グランデマーレです 1400m に距離短縮して今日が3戦目結果を残した9番グランデマーレ直線半ばで先頭に代わって後続を振り切りました最後に18番のグレイングリーンが2着に上がってきましたそして今日が初めての芝11番コンバスチョン粘った10番名勝チタン後方から追い込んだ17番ループリフォールこれらが3着争いの一角です 勝ちタイムは1分20秒6上がりはゴールまでの 800m46 秒 0600m は34秒6でした安城津村昭秀騎手はこのグランデマーレとは今日が初めてのコンビ6歳の秋にしてグランデマーレオープン初勝利をマークしました2着18番グレイイングリーン足毛ワンツーです3着争いはどうか10番名勝チタン残りました 名チタン3着残しましたその後11番コンバスチョン17番ループリフォール45着で続いています過去リステッド競争で2着が2回ありましたグランデマーレこれが自身のオープンでの初勝利となりました前走距離短縮2戦目で信越ステークス2着今回このオールカップ 1400m で自身初のオープン勝ちとしています 18番グレイングリーン、これが最後2着で3着争い広がった中、粘った10番、名勝チタン、こちらが3着優勢とお伝えします、東京競馬11レース、オーロカップ、今日のウィン5は波乱含みですが、4つ目の関門、オーロカップを制したのはグランデマーレ。 締め切り直前では7番人気ぐらいで推移していました1着9番グランデマーレ2着18番グレイングリーン3着は10番名勝チタンここまで数字が点滅しています4着以下は写真判定が行われます東京11レースオールカップ確定までお待ちください